今まで一番たくさん買った時で何個ぐらい買ったとかって覚えてます？50個ぐらいかな。それ1回ですか？これは何ですか？これピオリンを入れて、暖かくなっちゃうとまずいんで、はい、いつもクーラーボックスで。もう、そうね、大好き、美味しいんで、めちゃくちゃうまい。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。します。JR 東海フードサービスの落ちと申します。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらがピオリンの新工場ですか。はい。こちらがピオリンの新工場、ピオリンアトリエでございます。ピオリンアトリエ。はい。
ちらはコーチン卵を使用しております。今ババロアを作ってます。ババロア、はい、へアングレーズソースを混ぜるところがあるんですけど、あったかいものを入れちゃうと全部サラサラサラってこうなんていうかふんわり感っていうんですかちょっとなくなってしまうの でしっかり冷やしたものに生クリームを合わせてふわふわ感というかそこも気にしながら作ってます。
一緒に抜いちゃいましょう。はい、ここに置くまでとりあえずちょっと待っていただいて、はい、すみません。
そこで終わります。テーマとして丸くて可愛いものを、作ってみようということで、パティシエさんのアイデアの一つの中で、ひよこって丸くて可愛いよねっていうことから、じゃあひよこで一度試作してみようかっていうことで、今のピオリの原型ですね、いうものを試作始めましたね。もともとは、店内飲食で考えていました。でいざ販売して、まあ、しばらくするとテイクアウト需要が、まあ、非常に高いということで、バニラムースだとちょっとこう耐久性に問題がありまして、でババロアでもう一回試作してみようかということでババロアにしました。1回目の初めてのスイッチっていうのがピオリンチャレンジですね。全く我々も想定してなかったところで火がついちゃったんで、いろいろでお客様が楽しんでいただけるんであれば、まあ、それは喜ばしいことで、それはそれでいいのかなと思ってますね。はい。目はなんか上すぎるとこうって上がっちゃうし、下すぎるとちょっとおでこ広くなっちゃう。
で羽刺す時なんですけど、はい、あんまりなんか上の方とかに刺すと耳みたいになるし、はい、なんかあんまり後ろに刺すと飛び立っちゃうのでいい感じのところに。この辺は人それぞれですね。そうですか。2、3ヶ月やってもんっていう人もいれば、2、3回でも、うん、おーって感じですかね。でもセンス。はい。周りにもつけてあげて。ついてますか。いい感じ。ついてます。この辺ついてないですか、まだ。あ、もうちょっとつけておきましょうか。つくつく、あ、その辺よき、よいよい、で1個置いときましょうか、溶けちゃうから。ああ、そうですね、溶けるんですよね。そうです、早くやらないとダメですよね。そうなんです、早くやらないと、チョコレートなんで持ってると溶けちゃう。そうですよね。はい、顔は可愛いですよ。可愛いですか、これ。顔、どうですか。あ、意外と衣つけるのは難しいですよね、これ。そうですね、はい、衣も結構なんか慣れるまではなんかうまくつかなかったりとか。そうですね。でもあの方たちも最初はこう、うん、で一生懸命練習して練習してなっていくんで、いなくなっちゃったね、マドメーカーが。そうですか。入ってる人がいたら、一箇所に集まるようになったから。あ、前はバラバラ。イグちゃんをいるとずっとイグちゃんに突っ込んでます。なんか最近のお話の中で、ね、お菓子作るのが好きだったので、そういうところにも就職してたので、ずっと続けられたらいいなと思って。それなんか出してないと思うんで、ちょっと。で、あ、お菓子作りをしていた時の幸せな気持ちとか思い出して、もう一回やってみたいなと思って応募しました。私はホテルから入ってるので、なんでそこから流れてここです。あ、なるほど、なるほど。ピオリンも最初からもう作ってらっしゃる。最初から、はい、先輩たちが開発して、たまにこう横で見ながら、ボスイエとかって思いながらやってた、ね。そうですね。今はどんな気持ちでピオリンを作ってるんですか。なんかもっといっぱいの人に食べてもらえればいいなってやっぱ思うし、こう並んでもらってるんで、そこに応えれればいいかなって思います。